ウクライナ・ロシア軍の核兵器に次ぐ威力とされる爆弾の処理を実施緊迫の様子を公開燃料気化爆弾と呼ばれる特殊な爆弾ウクライナ国家非常事態庁は2024年10月8日ドレツク州ポクロフスキー地区でロシア軍が投下した ODAB1500 航空爆弾の不発弾を処理する様子を 公式テレグラムで公開しました ODAB1500 は燃料気化爆弾またはサーモバリック兵器とも呼ばれる種類の爆弾でかなり特殊な爆弾となっています核兵器に次ぐ威力があるともされている兵器で10日後目標の直上で燃料を散布蒸気状の雲が形成された後に着火させ大爆発を起こし 広範囲に甚大なな被害を与える危険な爆弾です地元住民から爆発物が落ちているという通報で非常事態庁の爆弾処理班が急行 ODAB1500 と判明し周辺への立ち入り禁止を実施した後に処理を行ったとのことですウクライナ国防省によると2024年5月以降ロシア軍は同爆弾を ドネツク州への空爆で何度か使用しており、ウクライナ側は甚大な被害を受けているようです。滑空ユニットを装着し、滑空爆弾化することが可能で、その場合、射程は50から70キロとなり、長距離への爆撃が行えます。ロシア軍の戦死者が1日平均1271人に急増、年収790万円の 超ででも兵士確保できず、北朝鮮正規軍を東部戦線に投入の可能性も、北朝鮮の正規軍がウクライナの東部戦線に投入される可能性も出てきたロイターは10月8日ロシア軍ウクライナ東部要衝トレツク郊外に到達ルガンスクでも戦闘との記事を配信したロシア軍は東部戦線で 徹底的なな人海戦戦術ををを実施し、し大量の戦車を出しながらも攻勢を続けている。ロシア軍はドネツク州の全域制圧を目指している例えばアゾフ海に面した港湾都市マリオポリはドネツク州に位置しているアゾフスタリ製鉄所での徹底抗戦が大きな注目を集める中2022年5月に陥落した担当記者が言う。 マリオポリを中心に、ロシア軍はドネツク州の南半分を占領しています。プーチン大統領は、州全体の制圧を軍に命令したため、大まかに言ってロシア軍は南から北に攻勢をかけ、戦線を押し上げようとしています。もしドネツク州を完全に占領した場合、ロシアとクリミア半島をアゾフ海沿いに結ぶ回廊の防御力が格段に増します。 さらに北部に位置するウクライナ第二の都市、ハルキューがあるハルキュー州に向かって進軍できる拠点を確保することも意味します。ロシアの国防省は10月3日、ドネツク州の都市ウグレダルの制圧を発表。ゼレンスキー大統領も同じ日にウグレダルからウクライナ軍が撤退したことを認めた。ウグレダルの別名は南港不落の要所でした。 東部戦線と南部戦線を結ぶ交通路が交差する重要拠点で2022年からロシア軍の猛攻に耐えてきたことから難攻不落と呼ばれていたのですロイターの報道によるとロシア軍は少なくとも4回大規模な攻勢をかけましたがウクライナ軍の第72独立機械化旅団が常に撃退してきましたしかしロシア軍は徐々に包囲網を狭め 最後は空中滑空爆弾で壊滅的な被害をウクライナ軍に与えましたウグレダルを占領したロシア軍はさらに北上しようと攻撃を重ねるだろうロシア軍が強い理由は非人道的な人海戦術を繰り返しているためだそのため戦果を得たとしても兵士の損害は桁外れなものになるイギリスの国防省は10月7日 ロシア軍兵士の平均死者数が9月に入り1日当たり1271人に増加したと発表したこれは2022年2月にロシア軍がウクライナに侵攻して以来最多の戦死者数だというドネツク州の激戦が原因なのは言うまでもないロシア軍は兵士の確保に奔走している産経新聞は10月4日 ロシア兵士確保に宿泊首都は年収800万円提示兵力総合を補充財政負担も拡大との記事を配信したプーチン大統領は9月ロシア軍兵士の定員を132万人から150万人に増やす大統領令に署名しましたウクライナとの戦争で消耗した兵力の補填が狙いと見られています ところが同じ理由から、2022年9月に予備役30万人を招集した際、ロシア世論は反発しました。この反省を踏まえ、ロシア軍は契約兵の獲得に注力しています。産経新聞の報道によると、年収520万ルーブル、約790万円以上というポスターがモスクワ市内に貼られているそうです。ウクライナの複数のメディアは10月4日、 ウクライナ軍がドネツク州内のロシア軍に対して行ったミサイル攻撃で20人以上の兵士が死亡その中に北朝鮮の将校が6人含まれていると報じた現地メディアの報道によるとロシア軍は北朝鮮の将校に攻撃や防御の訓練を行っていたそうですこれを受けて韓国のキム・ヨンヒョン国防相は8日 北朝鮮は正規軍ををウクライナに派兵する可能性が高いといとう見解を示しましまたロシア軍は兵力の補填がうまくいっていないため北朝鮮軍を東部戦線に投入する可能性が出てきたことになります撃退しても撃退してもロシア軍は押し寄せてくるウクライナ軍が押されている原因は榴弾砲と砲弾の不足も大きいと軍事ジャーナリストは指摘する。 冷戦崩壊後西側諸国は次第に対テロ戦争を重視し広大な戦場で大砲を撃ち合う戦争は想定しない傾向が強まりました例えば 155mm 榴弾砲ですら長い射程を持ち砲弾自体が GPS で誘導され精密な攻撃が可能になっていますピンポイントに必要な目標だけを破壊する いいわわばスマートな戦争を目指していたわけですところがウクライナの戦場ではまるで第一次世界大戦のような榴弾砲の打ち合いが繰り広げられていますまさにハイテク兵器であり高性能を誇る西側の榴弾砲は最初はウクライナの戦場で活躍していただが戦争が長期化するにつれ弊害も出てくるようになった NATO 各国の支援疲れもあり 西側の榴弾砲は寿命を迎えた方針の補給さえおぼつかない状況になっています。こうなるとローテクで荒っぽいロシアの榴弾砲が有利です。ロシア軍は古い装備も倉庫で保管していました。榴弾砲の方針や部品も倉庫に予備が残っているのです。何でも保管するロシアをバカにする西側専門家もいたのですが、 今のののウクライナナとの戦争ででは功を奏しているのですと軍事ジャーナリストハイテクの戦争だったらロシア軍は今よりも苦戦していたかもしれないだが現実は第一次世界大戦に似たローテクの戦いが続いているこれはロシア軍には有利だロシアは砲弾を生産し倉庫から榴弾砲を引っ張り出し方針のメンテナンスも全力で行っている。 最前線ではひたすらウクライナ軍に砲撃を浴びせ兵士を犠牲にしながら突撃を繰り返す10月も下旬に入るとウクライナは周囲の季節を迎えます大地は泥沼と化し陸軍の作戦に支障をきたしますそれまでに戦果を得ようとロシア軍はさらに猛攻を行うと考えられますウクライナ軍にとっては厳しい数週間になりますが 持ちこたえれば、低迷期から減陶期となり、戦線は一旦落ち着くでしょう。同軍事ジャーナリスト。減陶期はあまりの寒さに軍の動きも止まる。そのため焦点は来年の春になるという。11月5日にアメリカ大統領選が行われるため、春になればウクライナにどの程度支援を行うのかはっきりとしているはずです。 ロシア軍も軍も需経済が好調なので、で戦力を充実させているでしょう。来春早々にロシア軍が猛攻をかけるのは確実と見られ今のような支援に後ろ向きの状態が続けばウクライナ軍が敗北を重ねる可能性が出てきています。